KFM 78 Because of you with I Furihata。時刻は深夜1時を回りました。レイ FM、フリハタイの Because of You、フリボーイズ、フリガールズの皆様、こんばんは。会いたい、愛して、愛日中、愛の三拍子、フリハタイです。今夜もよろしくお願いいたします。ということでございまして、4月の29日深夜1時、皆様、お手元にもう届いていらっしゃいますでしょうか。ファーストカバーミニアルバムメモリーズオブロマンスインサマーがついに今月4月27日に発売されました。イエイイエイブイブイということで、ついにね、まあ、この番組でも、初解禁で君たちキウイパパイヤマンゴー種もかけたりですとか、いろんな、ファーストカバーミニアルバムの話もしていたんですけども、ついに27日にリリースされまして、いやー嬉しいですね。そして4月の24日にはタワレコさんでもリリーベをしたりですとか、あとはリリース日の当日もインスタライブとかやったり、皆さん見ていただけたでしょうかね。みんなと一緒にこう感想だったりとかもね、できて本当に良かったなと思っております。で、今日から2週にわたってこのファーストカバーミニアルバムの内容をちょこっとずつですね、ご紹介していけたらなと思っております。ぜひぜひアルバムの感想とかもこのハッシュタグフリボーイでつぶやいちゃってください。フリはカタカナ、ボーイは英字です。そして番組公式ツイッターとかもあるので、そちらもフォローとかリツイートとかしてちょうだいな。で、メールもお待ちしてます。メールは because@bayfm.co.jp because@bayfm.co.jp です。よろしくお願いします。てな感じで、ベイ FM フリハタイの Because of You、 まずは一曲お届けしたいと思います。まあ、429ゴールデンウィーク入ってみんな浮かれてるんじゃないでしょうか。そんな浮かれた感じで聞いてもらえたらなと思いますよ。フリハタイでハネムーン。 Because of You with I Furihata。 ベイ FM フリハタイの Because of You、改めまして、こんばんは、フリハタイです。さあ、今日から2週にわたり、ファーストカバーミニアルバム、メモリーズオブロマンスインサマーリリース記念、アルバムの楽曲たちをすべてご紹介していこうかなと思っておりますよ。イエイイエイ、ブイブイ。ということで。まあ、まずはまあ、アルバムのコンセプト、テーマみたいなところをお話しできたらなと思うんですけど。まあ、まずなんでカバーアルバムを出すかってなったかっていうと、まあ、ビルボードでずっとこう、ライブも、こうやってきて、その中で、まあ、カバー楽曲も何曲か披露していたんですよ。で、忘れもしないのが、もう、最初の頃、アンリさんの悲しみが止まらないとかも、確か、初めてのステージでカバーさせてもらったり、竹内まりやさんのプラスティックラブとか、結構こう王道な、もうレジェンドの方たちの楽曲をカバーした機会がまあ何度かあって、で、結構その会場に足を運んでくださった方から、フリハタさんのカバー楽曲強かった、良かったとか、私のライブでその楽曲を知ったとかっていうお声があってですね。で、なんか、まあ、そんなこともありつつだったんですよ。で、そこまでこう、声があって、じゃあ、このタイミングでカバーアルバム出すのはいいんじゃないかっていうので、今回出すことになったんです。で、まあ、タイミングはま、なんでしょう。まあ、リリースタイミングもありつつで、夏をテーマにした楽曲、80s だったり、まあ、シティポップっていうくくりで言うと、結構夏のサマーな感じの楽曲が多い印象が私の中であって、じゃあ最初のカバーミニアルバムのテーマは、ザってもので行きましょうっていうので、夏の、カバーミニアルバムっていう風になりました。なんで、めちゃくちゃ、その、いっぱいあるんですよ、夏の名曲が。なんで、その、セレクトが本当になかなか選べなくてですね。私もこの曲が入れたいとか、スタッフさんたちともお話ししていて、なんか私はこれ入れたいとか、僕はこれが入れたいとか、まあ、いろんなこう、皆さんとこうディスカッションしていって、この6曲になったんですけど、そうなんですよ。で、
なんでしょう、自分の好きな楽曲もめちゃくちゃ入れてるんですけど、どういう風にバランス取って出そうかみたいなところもありました。はい、まあまあ無事にね27日にリリースされてよかったなと思いつつ、まあ、今作ももうずっとデビューからずっと手掛けていただいております本間明光大先生が、編曲作編曲をしてくださっております。もう安心安全の本間明光先生のもうアレンジなので、ね、ちゃんとこう本間さんの、まあ、本間さんももう80年代をバー生きてきた、もう走ってきた、駆け抜けてきた方なので、そのリスペクトはもう前提として、でも今聴いても新しくも聞こえるようなサウンド感で、そこの塩梅がやはりさすがだなと思うというか、そうなんですよ。はい、まあ、そんなこんなで、まあ、皆さんも聴いてくださってるとは思うんですけども、改めてですね一曲一曲皆さんにお届けできたらなと思っております。ではでは、まずはこちらの一曲、夏のミラージュ。はい、フリハタイで夏のミラージュ聴いていただいております。和田かな子さんの名曲、1987年の作品ですね、夏のミラージュ。どうですか皆さん、この楽曲はこのアルバムの中で一番最後にレコーディングした楽曲になります。まあこれはもう常々言ってますけど、自分の好きな作品の主題歌で、で夏のミラージュも夏が入ってるし、これ入れたい、もうこれはもう一番に私は入れたいですって確か言った記憶があります。で言ってもまあ好きな曲でカラオケとかでも歌ってたんですよ。でなんかこう歌えるでしょとか思ってレコーディング臨んでたんですけど、まあでもすごくこの楽曲実は難しくって、まあテンポ感だったりとか、まあ歌い方もそうなんですけど、結構英語が出てくる歌詞なんでネイティブに、あとはもう和田さんのこのグルーヴ感、やっぱ海外色の強いグルーヴ感というか、もうあれを、まあ、真似じゃないですけどすごい聞いてレコーディングに臨みましたね。でこう音程とか結構高度なことをこの楽曲はしていて、でもこう歌ってみて思うのは、自分も含めそのレコーディングスタジオにいたスタッフさんたちもすごく私の声色に合っているっていうのはおっしゃってくれてて、そうなんですよ、めっちゃ嬉しいと思って、自分の好きな曲を歌って、合ってるじゃんって言われるのってめちゃくちゃ最高に嬉しくてですね、そうなんです、そんな思い出がありますね。で完成版の音源とか聞いて、私のこの歌のリバーブ具合とかも、わぁちょっと当時な感じもあって、わあ、すごい、こう、私的には最高な仕上がりになった一曲です。これがアルバムの一曲目ってのも、とてもこう、グッとくるなと思いますね。はい。ありがとうございますです。ということで、お送りしましたのは、フリハタアイで、夏のミラージュでした。では、では、続いて、早速、二曲目に参りたいなと思います。二曲目は、君は 1000%。わあ、いい、最高。はい、もう皆さんね、ご存知かとは思いますけども、1986オメガドライブさんの君は 1000%。こちらは榊原郁恵さん主演のドラマ、新熱中時代宣言の主題歌だったわけなんですけど、まあ、私はリアルにドラマを見ていた世代ではないんですが、この楽曲に出会ったのは、確か小学校4、5年生とかの時に、なんかテレビの CM でその80年代ベストソングみたいなのが流れてて、でそこで本当にこの君は 1000% っていうサビだけ流れてただけだったんですけど、すっごい自分の中では残ってて、このフレーズが。でまたその、まあ、中学高校、まあ、ちょっと大人になった時にまた出会って、あれって小学校の時に CM でよく流れてたあの楽曲だと思って、なんかまあ私のこうなんでしょう、どっか節々に結構こう歌が流れてて、そうなんですよ、すごくこう印象深い楽曲で、これ本当に好きでレコーディングの時本当なんかこう私の好きがすごい伝わったのか、本間さんも、あ、フリさんやっぱこの楽曲好きなんだねって第一声で言っていただけて、
歌っててこんなに気持ちがいい曲ってまあありますけど、本当に君は 1000% は本当に気持ちがいい爽快感があって、でまさかのこうイントロが私は結構意外性があってですね、本間さんアレンジの君は 1000% ちょっとこう、まあ、ドラマの雰囲気もありつつ、なんか夏の爽やかさがある楽曲なんですけど、オリジナル楽曲は。でもこう私が歌うことによってまたちょっと違った、色合いになったなぁなんて思っております。まあ、男性の歌を歌うことがあんまり、カバーするってことがあんまりなくて、まあ、初めてぐらいかなんで、君は 1000% が初めてで、でも本当になんか歌っててすごく最高でした。この楽曲は歌えて本当に良かったなと思います。でこのアルバムの視聴動画が公式 YouTube チャンネルで公開されてたんですけど、まあ母からなんか珍しく電話が、それに関して電話が来て、愛聞いたよみたいな、いやありがとうみたいな、で君は 1000% ねみたいなこう感じで、そうなんですよ言ってもらって、なんか恐縮ですみたいな、お母さんあんまりそうなんですよ、そう、まあ、単純に嬉しかったなって思い出があります。はい、ありがとうございます。はい、そんなわけでお送りしたのは振りはったいで君は 1000% でした。ではでは本日ラスト、3曲目に参りたいなと思います。3曲目はですね、この番組で、世界一宇宙一早くオンエアしたこの楽曲になります。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。お届けしているのは中原芽衣子さんの君たちキウイパパイヤマンゴーだね。こちらをカバーソングとして、一曲ね流していただきましたけども、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、まあ、夏の定番ソングじゃないですか、まあ、これは入れるっきゃないよというので入れさせていただきましたけどね、どうでしょうか皆さん、君たちキウイパパイヤ、なんかこうレコーディングというか、まあ、歌っててもすごいノリノリで、でなおかつこう私の中ですごい本間さんアレンジが生きてる楽曲だなと思ってて、こうどちらかというと本間さんのアレンジってこうなんだろう、サンバとかなんかそういうなんかこうボンゴだったりコンガとかそういうものがすごくふんだんに使われてる印象があって、ですごく情熱的な君たちキウイパパイヤマンゴーだねができたかなと思っております。いやで、まあこれがミュージックビデオ、アニメーションのミュージックビデオができるっていうので一番最初にレコーディングした楽曲で、ちょっとこう普段のいつものオリジナル楽曲の歌声よりかはちょっとこう高めの音域で歌ってて、語尾とかちょっとこう女性のなんかこうキャピッとした感じとかを入れてたりとかしてて、そうそう、フルーツスキャンダル、そう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 、なんかこれはもう楽しく、とにかく楽しく歌って、刺激的な歌詞ですけど、そうそう歌いました。アニメーションもノスタルックさんたちに手掛けていただいたので、ぜひ公式 YouTube チャンネルの方でも見ていただけたらなと思います。ということでお送りいたしましたのはフリハタイで君たちキウイパパイヤマンゴーだねでした。では今日はですね、この、3曲お聴きいただきましたけども、この中から改めてこの楽曲をお届けしたいと思います。フリハタイで夏のミラージュ。GVFM AFM 78 Because of you with I Furihata。 さあ、BFM からお送りしていますフリハタへの Because of you、 そろそろお別れのお時間でございます。皆さんいかがだったでしょうか。リリースしての初の放送でこうして一つ一つ一曲一曲のお話もできてよかったなと思います。まあ、自分の今のこの一曲一曲のお話を聞いてまた改めて聞くと違ったね聞き心地になるかなと思うので、ぜひ皆さんたくさんヘビロテして聞いていただけたらなと思います。ではこのフリハタイの Because of You では引き続き皆さんからのメッセージ募集しておりますよ。
ファーストカバーミニアルバムメモリーズオブロマンスインサマーの感想はもちろんですね、最近何撮った、皆さんのスマホにどんな写真が残っているでしょうか。風景だったり人物スクリーンショット何でも OK ですので、最近何撮ったか教えてください。そして昭和を彩ったシティポップの名曲振り旗に教えてください。邦楽洋楽問いませんので、ぜひぜひ皆さんいろんな楽曲教えてくださいね。メールはbecause@bayfm.co.jp bcause@bayfm.co.jp です。公式ツイッターもございますので、ぜひ皆さん公式ツイッターの方もリプだったりコメントだったりフォロー&リツイートよろしくお願いします。今夜もハッシュタグフリーボーイ、フリはカタカナ、ボーイは英字、このハッシュタグで盛り上がってくださってるでしょうか。ぜひこちらのハッシュタグでもじゃんじゃんつぶやいちゃってくださいね。ではここからはフリハタイからのお知らせです。改めてになりますが、4月27日水曜日にファーストカバーミニアルバムメモリーズオブロマンスインサマーがリリースされました。 80s 夏の名曲全6曲を収録しております。今夜かけた夏のミラージュをはじめ、たくさんの名曲が入ってギュギュッと入っている1枚です。ぜひ皆さんお手に取っていただけたら嬉しいですよ。私のオフィシャル YouTube チャンネルでは、ジャケットイラストを描いてくださいましたノスタルックさん制作の君たちキウイパパイヤマンゴーだねのミュージックビデオも公開中ですので、ぜひご覧ください。対象店舗にて CD をご購入いただくと、ジャケットイラストを使用したステッカーやメガジャケがもらえますので、こちらもゲットしてちょうだいな。そして2022年7月にスペシャルライブを開催いたしますよ。日程は7月2日土曜日ビルボードライブ大阪、7月8日金曜日ビルボードライブ横浜にて開催となります。ファーストカバーミニアルバムの初回生産特典としてチケット最速先行抽選申し込み券を封入しておりますので、ご応募くださいね。今年の夏も皆さんと会えるのすごくすごく楽しみにしております。久しぶりの大阪と横浜なんでね、本当に楽しみですよ。その他パネル展示や対象店舗での店頭抽選会、応募抽選キャンペーンなど各種キャンペーンの実施も行っております。詳しくは私の公式ホームページ、もしくはツイッターやインスタグラムご確認ください。さて来週はファーストカバーミニアルバムメモリーズオブロマンスインサマーリリース記念パート2、後半3曲をお届けしますよ。お楽しみに。ということで、フリボーイズ、フリガールズの皆さんとはまた来週この時間にお会いしましょう。BFM フリハタイの Because of You。 お相手は、会いたい、愛して、愛に中、愛の三拍子、フリハタ愛でした。